This program brings you smiles while you enjoy Metropolitan tonight. We hope that this 30-minute program full of laughter make your days enjoyable next week. We bring you cool moments from cool Tokyo. This heartwarming moment is brought to you by Diane. Diane no Tokyo style. なんか聞いたことある誰か言ってなかったっけよおれ俺考えてなんか昔ちょっと聞いた誰か言ってたの誰さんではいはいさん <laughs> はいはいさんね <laughs> パスタ巻いてる <laughs> ちょっとねパスタって一番おしゃれな食べ物やから <laughs> パスタ巻いてる <laughs>、うん、元気してるかな <laughs> 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 はいはいさんもう喋ったこともない。<laughs> <laughs> ちょっとねあのまあね僕とハイハイさんのやつということでちょっともうねいらんってファスフフ巻いてるでドーンってならフフ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 それフフ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 にフフ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 ハイフフフフフフ いや出てきてパスタ巻いてるドーンは7って <laughs> なんかあっていや,いやそれはいきなりのしかもなんかすごいなにこやかじゃないよ寡黙に出てきて「パスタ巻いてる?」はやっぱドーンですよでででおしゃれハはは ですあんまりお会いしたことないんであんまり輩だと思うんですけどむちゃくちゃキレる人かもしれないん何とも言えないんですけどもちょっとねあのもう寒さがねぐんぐん増しておりますまあ昨日あったかかったんやけどねすごくちょっとなんかああそうやね昨日20度超えてましたからほんなんかあのもうんでしょうねもうこれが普通というか 今日なんて寒いですから風なんか引いてないでしょうかね引きやすいと思いますよこの寒暖差ほんま一番やばいですよね本当にあと1か月ですほんま残すところ盛り上がってますよ世の中は年末に向けて m 1グランプリとかさあまあねそういうのがどんどん準決勝決まりましたからあの W とかあざ W いろいろ目白押しということでね我々の単独ライブも終わりましてね本当にありがとうございました来ていただいた方東京公演大阪公演そして配信で見ていただいた方とかまだ見てないぞという方はね見ていいたただきです買っていただいて見に来た方もね買っていただいてもいいですし。そうですねなんか 単独ライブが終わるとあもうちょっと今年も終わりやなみたいな風物詩なんかなってるんじゃないかな日本の行事みたいなダイアンの単独ライブが終わればもう年末やぞみたいなねのなってるんじゃないかなってると思う1億枚売りああもうあの時期かみたいなどっかのお祭りみたいなあるやなんかそのねぶたやったらとか夏が来たみたいな東大寺のあの すごい大仏さんをこう上の方までこう掃除して<ー>みたいなニュースで見るとあ,<ー>あもう今年も終わったみたいなそれと多分今並んでるんじゃないですか何 <laughs> でニュースでやってんの <laughs> <laughs> そのためにこれぐらいの時期にしてるから早くそうなってほしいという思いでね <laughs> これが終わったらもう年末だぞみたいな。<laughs> <laughs> なん,でな,んでなんでそう思 <laughs> う,そうよりそうなりたいというかもうダイヤの単独かなんともう正月やんなんでそう思、ま、いましたや、ね、<laughs> みたいなふうにあのぜひ思って中途半端な時期やるよりねやっぱりこれぐらいのやっぱりでも6月とかああ6月かとか言ったらまあつゆ、うん、梅雨やなとかさいや梅雨やなあんま思う人が <laughs> 年末のねちょっとあこれはもう正月か、うんうん、っていうふうなふうにちょっと。ね 定着はだいぶしてきたと思うんでねたくさんの方ねぜひねそういう気持ちになってもらえたらほんまやまだちょっと買えるんで嬉しいです本当にぜひ買ってほしいねんか見てほしいなあもう名作主曲の初じゃないあんだけネタ新ネタやってそやな多いわね確かに芸人芸人で初じゃない <laughs> あの父さんも10分近くやりましびっくりした「えまだ? <laughs> <laughs>」まだそんなすんの?言ね」言っていつも言うて「うずやー」言うてでもなんか即興とかもやってるらしいよすごいな,なんかお題もらって<え>師匠みたいな落語の子やん落語の子やみたいなのをやってるやつてよ即興漫才まあさ前盛り上がれやろうねそんのでお題もらってみたいな3つもらって みたいに書いて後ろに貼ってってことだろ <laughs> いや、それもう落語の語院。女の人が <laughs> いやそれ落語の語 <laughs> あ,あ、すごいね。で,できへんからてクボタが大泣きするらしい。<laughs> <laughs> それ鶴瓶さん。坂あ坂ザさん。<laughs> 坂コーシ泣いてやって。できへんで泣いてやって。<laughs> <laughs> 落とされへんからで途中で泣き出すという。<laughs> そんな人間味悪している <laughs> <laughs> 坂ザコねなんかね。<laughs> ちょっとだからみんなだからトロさんももうその時期とかなあれも言ってたよ「ビトリズももうすぐです」みたいな言うてたしかまいたちも終わったしねかまいたち千鳥さんもそうやしなみんなだから結構その辺は多いのかななんでなんやろな笑い飯さも俺らか前日にあったから書いてたよスケジュールにんでそうなんだろうな年末なんなんやろなんかやっぱり 年越したいんかなちょっとあるんちゃうんかちょっと全部終わって単独ライブとか終わって年越すのを迎えたいみたいながあるんちゃうすっきりするんかなちょっと逆に1月とかにやる人はあんまおらんやんああそうやな2月年明けから新しいんじゃない3月とかさ新年度に合わせてみたいなさやる人も春を告げるさまあだからんやろそういうクリスマスとかね やクリスマスに何かテンダーラーさんのとこクリスマス書いてたよめっちゃおしゃれやクリスマスになんかファイナルって書いてただからツアーなのかなんかいくつか回ってる中のファイナルをクリスマスに持ってきはるこの浜本さんのこれのやっぱこのおしゃれな考え方英語漫才とかな英語漫才してほん<ー>でファイナルめっちゃおしゃれやめちゃくちゃおしゃれや,ゃゃゃれや焼き鳥ダイニングやって浜な かっこいい車乗ってさ、旧車ね、ケンミ乗って、なんかもうバイクも乗ってある今。え？めちゃくちゃオシャレ。ほんでなんか梅田でなんか女の人って歩いてやってんだっけ。あんま今もうハモさんの振り言うてるのはもう誰もおらん。えでも歩いてやってんな。歩いてはモだな。うん、なんか俺もよう知らないけどなんかしっかり写真撮る手つないで歩いてるところ。 あんなにしっかり取られることあるんやっているライト。ダイヤの東京スタイル。オッケーというわけでね始まっております。ね、もう M1 も決まりましたもんね準決勝か。準決勝。すごいですよ。これもだからそうですね我々と一緒というか、あの M1 が終わればなんかもう正月みたいな。今のが強いなんかそのなんか並んでそういうふうにしてきてるような M1 も。 向こうん、俺らがやりだしてらめっちゃ感じね何年前からやってる何かなんか真似してんのかなっていう感じする俺俺思うけど準決勝これだけの人数やんかこれで決勝でよくないそうもうこれで決勝したらよくないいやでもやっぱりここからまだ絞るさいやただそのどど 俺らもやっぱ経験あるけど<ー>準決勝から決勝メンバー発表されて2週間ぐらい本番まであるやん<ー>でこの間がやっぱり選ばれたもんからしたらチヤホヤされるやん<ー>やっぱちょっとそれみんな味わいたいんちゃうでもこれ,これ人数がさまあ少ないよねなんか昔もうちょっとおってん40組とかさ、うん、今3 0 3 0 3 0ない3 0のうちの8かああ しかもなんか言ってたよ大阪からはだいぶ少なかったみたいなでここにもう一組敗者復活じゃないけどなんかあるやん視聴者ワイルドカードああそうだから31組やのうちの8なるほどねもうここまでいったらこれで決勝で来ないいや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 よくないよいやそれの方がいいと思うけどなんかんでじゃあここまで少なすんねやったらさいやでもこっからまだ絞られるっていうね 次じゃ次がほんまにこのメンバーからしたら、うん、準決メンバーからしたら、うん、もう次が勝負というか、うん、めちゃくちゃ勝負やろいやこれも大変よ、うん、インディアンスがね久々に何年ぶりやったっけな2年ぶりぐらいかなあの準,決勝準決勝かあそうなんやけてないあ準決勝行ってたんやったっけなあ準決勝行ってたか、うんあなんか決勝行ってへんやなかなかここ最近、うん、だからそういうチャンスあるよね だからもう結構言ってた田淵も,なんかもうだいぶ上ですみたいなのを言ってたあ,あの m、ー、1の経歴がうん中やったらだいぶこうあの先輩やからちょっともうあれですうん、うん、後輩ばっかりですわあと,あと1回か2回や言ってたもんああ<ー>、うん、来年ちゃう来年,来年って言ったんちゃうかな来年めて今年入りであと2回っていうことかなもしかしたら、うん、そうちゃう大変やほんまあ こういうのはルミネで一緒やったけどなんか降りてくるごとにんか2人で話し話あっこちょっとこやなとかほんでその前ちょっとネタ合わせしたりとかパパって合わせたりとか俺ら毎回そうやもんでも NGK でも降りてて2人で喋ってるやんかそれでなたまにつかみ合いのんかなってプラスマイナスやすごいんやからその降りてきて岩橋が

んか言ったすごい元気そうやなっつってめっちゃ正直「はいもうすっごい楽しいです」ってあそうよかったな」って「ある意味楽」みたいなよかったやな」って言って「よかったです」って言ってたから「あ良よかった」と思ってさだからすごい暗かったりさんかもうおどおどしてたらんかどうしよう思ったんやけどさそれまでがやっぱり大変やったんちゃういろんな意味でやっぱりそのプレッシャーもあったんやんその絵馬 もう滑り知らずみたいに言われてたからさやっぱり番長やったからねそうそう劇場営業でやっぱプラスマイナスすごいみたいなずっと言われてるからそのやっぱりちょっとあったんちゃうそこからちょっと解放されたみたいなでも和牛もそうやったもんね結構言うてなかった毎回言て降りてなんか2人で俺すっげえなと思ってやっぱ「M‐1」もあったんやと思うけど毎回やったもんあれでもあれじゃなかったなんかその 怖い顔して2人とも <laughs> 俺のイメージ漫才漫才 <laughs> その晩年それ見た気したああ<ー>でなんかえらいなんか「赤本高校」みたいな言ってんなと思って<ー>そのちょっとあとぐらいになんか解散ああ<ー>。でもすごいよなと思ってその解散なる、うん 直前まで普通解散になるってそんなんも言わへんからするやんもう決めててもう言うたらとりあえずやるだけに何の感情もなくてそうそうそうでもうあここここで解散するえなんかそのあれあんなになんか解散するあここもっとこうこうこの方がえいなみたいな言ってたのにえ解散するえっていう何か何やろ一瞬分からんやったの今自分がどこになんで前後もどういうこと前後も分からへん どこった？何でどこ？俺が前ちょっと前に見た和牛と違いすぎてその言うたがさ、あんなネタのえ？終わってからな？そうそう言ってない。だからそこまでやっぱり何でどこなのか分からへんお前が、ぐらいの不思議な感じだったよ。ああまあでも逆に俺はね。なでもほんまにそういったなんか何をじゃあそこまでもあ言いやってたよって思うで、んで。 な一気にバーンで解散になって。そう、だから。うん、なんか、そういう、あれやったんちゃう、なんか、そういう。なんていうんやろう。うまいこと言われへんねんけど。うん、うまいこと言って、それ、実際頼むわ、一、うん、回だけチャレンジしてくれ。<laughs> <laughs> うまいこと、一回だけ言ってくれ。<laughs> <laughs> なんて言ったらいいんかな。言ってくれ、な、頼む。あのー。平で言うと。平 <laughs> で言うと、いや、まあ、やね。 へ <laughs> で言うとって言われると難しい、ね、<laughs> 何,で言,何で,平平で,言平で言うと何でへが答えやからさめっちゃ聞かしもってへで言うと難かしいかしいやいやもう大部というかさ <laughs> 無表情からの大部 <laughs> えどういうことバカえどういうこと無表情でへ <laughs> いや<あ>そうそうそう驚き、ね、そう何もないと見せつつのバーだやから <laughs> え、なんでっ,っていう全然違うよもちろん美女の全然違うよ美女美女美女の <laughs> 美女の無表情からの欧米うわ、うん、それびっくりするぐらいの、えー、衝撃度で言うとやで違う <laughs> 俺嬉しいと思う聞けたっていう <laughs> 大女優さんの無表情からの「へえ」とか言ったらさ <laughs> 最初びっくりすると言て「あ」ってだけた <laughs> 聞けた, <laughs> 聞,けた聞けた嬉ししさで周り見,見渡して「俺しか聞いてない」 いやぐらいの大丈夫ですもう誰もいいと思ってさ個室とかでさ窓開扉開いた個室とかでバーンってたまたま通ってっていうことは和牛の解散は全然ちゃうよ全然ちゃうけど衝撃度で言ったらそれぐらいのびっくり驚きはあったよそりゃそうや一番だって アンナザで何回 MI って七八<う>回言ってんじゃん持ってた方がわからんぐらい言ってるやんほんで三年連続準優勝<や>でほんまにこうなんていうの緻密やしそうやななんかほんで人気もあってみたいな<ー>でもそういうコンビでも解散とかっていうなるんやっていうのをなんか M−1 の結集知らららしされたというかねあ<ー>あびっくりした MI って解散したコンビって意外と少ないやんか そうやねあの針金さんとかは金さんリアルキッズ和牛ぐらいちゃううん解散までいったんはようリアルキッズ出たな決勝行ってるよそれ決勝行ってるそれでも絶対出えへんと思うね今パッて考えてるとほ段からちょっと思てるって言っていやでも思うねん針金さんは出たよ リアルキッズも決勝行ってること忘れたよ言ってんねまあな、その中でも一番衝撃やと思うで。熱くなってるというかさ、張り替えされるの初期やから、あれやけど、このすごい M−1 っていうのがすごく認知されだしてからさ、決勝行ったメンバーで、散しないで言うたら、もうリアルキッズぐらいじゃ。まあな、ほんまそれぐらいなんかな。 アジアンさんやほんまやほんまやほんまやなアジアンさんあと誰いるでも人間は人間は人間はどっエの ?M1 が始まった時もやってなかったツインドラゴンも決勝行ってへんしどうすんねんツインドラゴンが決勝行ったら史上最大の滑りになて 劇場も出る前にやめたか <laughs>。<laughs> オーディションも受けてでもほんまそん,んいやそれぐらいやと思うでほんまに。あジャングルさんか。そうや。M1、うん、もだってもう 2000M1、うん、もだってもう2001年からあって、うん、で毎回決勝メンバーがそのまあだいた8組9組ぐらいいる中で20年20回ぐらいやってるわけだやんか。うん、ほんすごい数になる。なほなそら解散する人もそれは 出出ててくるやろうといううううからなそそそそすごいなほんまにいやそらないやすごい大会作ったもんやと <laughs> 銀行コンコントもそうやけどもいやそらすごいんちゃう,うしい大会もう芸人の人生をもう全て変えた大会いやお前、まあ、いやそうやろうねと言うても過言じゃないこれうん,そんで正直その中でもやっぱり m 1ってちょっとこうやっぱり一番最初やったっていうのもあるんろうまあだけどちょっとやっぱちょっと抜けてるというかさまあなあのみんなやっぱり 視聴率もすごいしなんかやっぱみんな注目っていうのはまあ全部そうやねんけどその中でもちょっと一個抜けてる感じはするよねあるああそうか誰なんねやろなんかいろいろね話ぶわんかけ回ってるよまあねだからええそうか大阪そうか真のしん審査はあれか忙しくない

やりたいなとは言ってたけど <laughs> <laughs> やめとけよっつっていややめとっっプレッシャーで <laughs> プレッシャーで死んでますぞっっ誰も誰も誘ってけその前に <laughs> いろんなねそうかだからそこの注目度もあるんかそそ今年はちょっとなんかいろんないろんな,んな言うたらあれがあるねんで言うたら現時点でやけど令和ロマンももちろん準決勝にいってますすごい。 なら今まで連覇した人っておらんわけやんそうやな連覇かかってますしねそうかかってるのが令和ロマンやし、うんうん、ちょっとね楽しみな楽しみうん。あのそんな中ねこうすごい心配なニュースが入ってきてますえー、どうしたの M1 といえば、うん、ミスターイムは MOG とか言われてるスーパーマラド、えーナの竹内が なんか知らない酔っ払いの女性にお腹を殴られたっていう障害事件じゃない。武たけし大丈夫なんかな死んだ。俺、死んで殴られてる。殴られてる。この間おったけどな。殴られて俺、思うけどさ、どこで飲んでねなんか、その、そんな。開けすぎてるとこ。そうそう。カウンターで、その、ベロベロになる女性がさ、分かる。そういうとこも好きやしさ。俺も行くけど、なんか。 うん、なもうちょっとお前そ<の>上品なとこで飲めよ個室で飲めようって <laughs> いやだからこれどういう状況かも分からんしないや分からんけどさ、うん、でそんなさ酔っ払い女性酔っ払いの女性にお腹を殴られるってそうどうなったらそうなるんだろうっていう感じがあるやん <laughs> その言うたら女性もそないきなり殴ってくるわけないからさもしかして上沼さんのさ猛烈なファンで。 ののこの時期になってさ、うん、思い出すわけやんこの時期なるほど、ね、で日頃から思ったわけやん配信ばっかりして、うん、そうなんか武市すっごい TikTok すっごいらしいで今ということ TikTok ライブっていうのがあんのやんか TikTok やってるってことライブでなそう、うん、あのー、動画撮るんじゃなくて生配信みたいすんのよ、うんうん、もう一日なんか暇あったらやってるらしいで、ね 劇場の合間とか家とかもうそれでんか投げ銭みたいになってそれでんかめっちゃ稼いでる言うて今だから吉本がグレーなわけよ TikTok があそう投げ銭がってことそう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  YouTube で割合決まってるやんそんな決まってなくてだから今若手がもう TikTok 開いたら全員吉本芸人がずっと生配信してこれマジで毎日やで何してんの生配信喋ってんやと。た俺開けていつもおたけ おたけとあの江原とか武市とかがィックトックライブ見てずっとやってんねで一回見たらそれおすすめのか上がってきたりすんねんおたけは朝起きてペッて開いたら絶対やってんねん朝日の中朝日の中明るい部屋でずっとなんかめっちゃ喋ってんねんそんな朝早くからやるもんねめっちゃ早く九時九時とかやってるのかなやってる時や仕事前とかにすっごい明るい中やってんねん で、原とか、となんか、つないでやって。なんか、た、まあ、おたきは、なんか、まだ、わからん。わからん、わからん、わからん。すごい。ね、や、原も分かれろ。やりそうってこと。やりそうや、うん。たけちが。たけちが、そのな、おたけの、ティックトック、朝、見てるときに、おたけが言ってたもん。たけちさん、すごいよ <laughs> <て> <laughs>。そんなやってるやん <laughs>。俺が、しょっちゅう、目に入る、おたけが、言うてねえけどもう竹、たけそうやってる、でも、俺、たけちのは、まだ、見つけたことないね、俺。うん。 みんながすっっごいやってるってほ<ら>俺、おたけの見てるから、おたけが入ってくんだけど、相当あれなんちゃう、その、言うたら、投げ銭みたいな、まあ、やらしい話、もらってるから、やってるよで。毎月何十万とか、そしたら稼いでると思うよ、それ、えー。すごいな。さあたけちからしたらさ、何喋んの、そなんな。わから、なんか、じゃ俺、見てへんからさ、俺はおたけのしか見てへんから、おたけはなんか、すごい明るい、朝日の、なんかしゃべっとった。ねえ、それ、明るい。<laughs> <laughs> えー、朝やからさ、すごい、太陽に光る、ながら喋っとった。 だからまだ会社がそこまで入ってへんってことはまだだからちょっとやり始めというかちょっと前ぐらいからみんなやってると思うほんまに吉本一時一時ピスタチオもうめっちゃえぐぐらいやってるイジチやイジチとかタケチんかチーズついてるやつ多いけどお竹けちおたけちなお竹けお竹け原は ほんま、この辺すごい流れてくるでも東京メンバーに、ね、そのその中で唯一大阪メンバーの竹内がめっちゃやってんだ、ね、よめっちゃやってうん<ー>らしいでも大変やと思うけどな毎日しゃべらなあかんしさいやそれ大変なんちゃう 1>、うん1時間2時間ぐらいやってんちゃうお前だこの時期やからもしかしたら竹内も M−1 のこととか喋ってんちゃうそれ YouTube でもやってるしなあでもやっぱり今 TikTok の方が人気あるからさそっちに行ってると思う いやっぱりその何いろんなところをやっぱ見つけるのがやっぱ早いんちゃうあーまあ、は、まあ、みんななやっぱり時間もあるしっていうのもあるしなそれはやっぱり劇場の合間とかやったら暇やん言うたらこそれでこんな例えばお金もらえんねや、うん、みたいな、うん、なったらそれやるやろうなそうよ、まあえー、めっちゃ流やってるらしいそんな、ね、よう見るみんなやってると思うんで<ー>だってもうめっちゃ若手の子とかさ全然やっぱり名前知らんよう子,子でもさ TikTok で大人気になったりとか 俺らの時代全然違うでほんまそんなんなかったやん何もないだからもう従来のものしかなかったやん劇場劇場営業あとテレビラジオぐらいじゃんそれじゃなくて今 TikTok とかすごいね TikTok もうぜひ武智の TikTok いやだからあれじゃうそのすごいな武智やっぱりアンテナ張ってるというかそやろなだから若手のやってて 若手のやり方やんそう,そう,そう,そうそやのにむちゃくちゃ劇場出てそれでなんか揉めてお腹殴られたかもしれんしさそんなんしてるからみたいな何なことばっかやったんだみたいなさもしかしたらその井上のすごい熱狂的なファンとかで、うん、なんで止めてくれへんかった <laughs> <laughs> それは井上が悪すぎて <laughs> <laughs> でもほら腹どついてくるような声だからなんであの時止めてくれへんかったんよ <laughs> <laughs> 気づいたくないでしょそうそうそう。<laughs> 日上さんのことなって。東京スタイル。<laughs> エンディングです、えー。この番組はポッドキャストでも配信しています、えー。そちらではこの放送だけではなく、放送後のおまけトークも配信していますので、ぜひ聞いてください。そして番組の公式 X もやってますので、ぜひフォローしてください。というわけで、お会いいたいのはだと、津田とゆうすけでした。また来週